特技があるということもね、魚別に生癖の当たり見たびさとかいうね、そういう人がやっぱり都会に出ていくとそれなりの使い道はあるってことですよ。もう本当に切り身の魚しか知らねえモデルなんていうのはもう鱗一枚見ただけで怖いなんてなんかしてるからね、それに比べたらいいわけでございますが、あその片瀬さんがゲストに来た時に鏡というテーマでやりましたけども、鏡っていうのはどうして鏡なんだろうっていうね、でやったのは鏡のその昔は青銅をね金で作ったのが最初ですから、あ鏡という字は金編、その鏡をよ下に置いてこう覗き込むわけでないですね、字が字の具合を見るわけでないんですから、あんまり床に置いてみたりはしないわけです。笑った方は経験ありますね、もしかして鏡をまたいで見るというね、まあいいんですけども、そういう話は得意じゃありませんので、得意だってしゃべるとどん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 話がそっち曲がってきましてね、客のティントに合わせると自分が怖いですから、本当は好きなんだろうこういう話あ美しい話した、鏡の話をしたんだよ。で金でできたやつを金を立てて、見るというね、これが鏡、ところがこれは鏡という字じゃないんですね。鏡というのは金編ですけども、立つって書いてからここがこうなってこうなんです。一本少ないのが現在使われている鏡という字ですね。昔はこういう字を最初は漢字作った人は作ったらしいんですよ。ところが鏡というのは全てのものを映すけれども、たった一つ映せないものがある、それは人間の心を映すことはできないということで、じゃあこの一つ映せないんだから一つ蹴らそうということでこの鏡になったという、ね、嘘です、全く根拠はありません。いやそういう考え方をすると、あの子供に字を教える時でも子供はなるほどな、たとえ嘘でもいいんですよ、だからこれ嘘だから本当だからって誰にぶち干したわけでもないんですよ、だからどうしたってやそれでいいんですから、で字作った人の子話聞いたのかよっつって、コンボ大使の親戚かよおめえはとかつってぐちぐち言って、古い話をすると何の話しても構わないっていうね、こういうように思いつく時に自分で頭いいんでないかなって、久しぶりに藁に捕まったりするで同じようなので、なんか一つの言葉にずっとこだわっていく、だから重箱をガチャガチャやるんじゃなくて重箱の隅だけくっつくというやつですからね、くっつくんじゃないや、つっつくんですねくっつくとつっつくじゃえらい違いでございます、疲れてるんですよ最近、でも同じ疲れてるでも狐や狸に疲れてるわけでないからなんとか頑張ってないと、酒だけは毎晩欠かさないと、酒は百薬の長というのはどうして酒は百薬の長なんだろうなんてことをじっくり考えて、あれにも聞くこれにも聞くって喋るのはそれは大学の先生に任せておきゃいいんであってね、百っていうのはただ単に数が多いっていうね、日本人は八っていうのはとにかく多い時は八にしたっていうね、八百野長だとかね、江戸八百野長とか、それから嘘八百とかでみんな八使ったんですが、酒の場合はですがなぜか百使ったんですね。どうして酒は百薬の長なのだろうかなんていうことを酒を飲みながらメモ帳を広げてやってると結構悪酔いしますね、それでも楽しいで、酒飲みには大きく2つに分けられる、笑い上戸と泣き上戸っていうのが代表的な上戸だろうと、じゃあその辺だなという感じでこう目星をつけて考えるわけですね。泣き上戸っていうのは大概しくしく泣くんでね、しくしく泣くんだあいつはね、でこれは影よ、ね、36年になったんですこれが。じゃあ笑い上戸はハッハって笑うなってと64とこうやってお分かりいただけましたね。何の根拠もございませんよこれ、学校で喋ったりなんかすると恥かくような気がしますけど、でもなんとなくこういうふうにできるところにですね、数学的な頭と国語的な頭とあと詐欺師的な頭が必要ですね、この3つが備わった時にこういうことができるわけで、どうぞ皆さんもこれは金かかりませんのでね、で言葉の遊びっていうのは東京の人よりも我々の方が優れていますから、青森県の地図、これは古いネタでございますね、これが青森県の地図、一番偉いのも青森県の地図、雪印で出してるのもチンズって話がありますけどね、このチンズで、この辺のですねテレビの映りが悪いというのが最近発表されましてね、 NHK でも RAB でも ATV でもこの辺の地域がどうも、テレビの映りが良くない、アンテナ何番にでもダメだっていうんでね、どうしてなんだろうねって調べたらね、どこのうちでもテレビはねチャンネルが12万でしかないからだというね、あ、そうか、先に13個って言っときゃよかったですね
それくらいは考えてくれると思ったのに誰も考えてない。2200円出したからそれでいいと思ってるところが間違いがあります。やっぱ責任分担して考えるところは考えていただかないと、全部が全部喋るわけではないわけですから。本当にそっち金出した分座ってるけど、私はずっと立ったままやるというそれくらいの気持ちだと思ってるわけですけども、まあいつわからないやつは置いていくようにしましょうね。で、青森県の地図でございますけども、でこれをですねこう四角で囲むんです。大雑把ですけども、ちょっとこれは3対4の四角の中にきっちり青森県の地図は収まるわけです。これは素晴らしいですね。 なぜ素晴らしいかというと、テレビのあのブラウン管というのはどんなにちっちゃいやつでもでっかいやつでも3対4でできてるわけです。テレビというのは何インチというのはこの斜めにこう測るわけですけども、何インチであろうが3対4で画面ができてる。ですからこれはその私が別に青森県の地図作ったわけでもテレビ作ったわけでもありませんけれども、20世紀の今頃になってくると3対4で映し出される機会がこれからできるに違いないと思って、神様は青森県をこんな形にしてくれたわけですよ。これは素晴らしいことだと思いませんか。これに引き換え岩手県のだらしのないこと、ね、櫛の葉かけたとももう少しかっこいいんじゃないか。じゃあ秋田はどうかって、秋田だって長四角さちょっと拝んとあるだけじゃない。だから青森県のこれはちゃんと青森県のデザインとして使えるわけですね。このあんまりこういうのは使わない。それからテレビで天気そうなんです。今それ行くから、昨日もこの話をいい加減したら一番前に座ってた人が岩手から来た人だったそっから急に秋田と岩手が好きになったりするんですけどね、その場その場でコロコロ話は変わるんですよ。ですがこれはあの岩手県のマークにはならない、秋田県もマークにならないけれども、青森県はこの地図の形そのものがマークになってすでにできているという、ね、そういう素晴らしいところに住んでいるんだという気持ちを我々が持たないと寒くてやってられませんですからね、やっぱり今日も岩手の方がいましたか。秋田もいる、困ったもんだね。福島、あら福島ね、最近あちこち呼ばれていきましてね。あ、じゃあ今のうちやっていきましょうか。いろいろあちこちで咲いて侮辱することがあるもんですから、どっから来たか先に聞いておいた方がいいですね。いい加減悪いことしゃべったって、そこ俺そこだなんか言うと自分でどうしようかなと思ったりなんかします。あ、秋田ですか。秋田市、秋田市で、これ岩手はどこですか。岩手は久野平、ああ、久野平、あと、元遠くから来た人いますか。え、東京から来たんですか。あら、東京もいいとこですよ。好きだもん、もう伊豆に行ったり来たりしてるもんね。あら、よく来ましたね。あ、そちらも東京ですか。あらら、東京も娯楽がないんですかね。わざわざこんな地の果てまで。TD… え、はい、偉いね。その一言で今から実際若くなったっていうじゃん。いや大丈夫かな、そういう人がいるとこれからのしゃべりに気付けないと、鉛がをあんまり出すと大丈夫。出身がこっちとかってそれは何でもないですか。全然全くの東京ですか。あら、これから今日ね用意したネタはね、東京の主婦をいかにバカにするかっていう。東京のテレビではできないから、青森のここだからできると思ってね、もうちょっと東京の主婦をバカにするための資料をこんだけ持ってきたんですよ。あら、そうなんだな、聞かねばよかったんですね。で全部やってしまってから、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いやいや、東京より遠くから来た人いますか。群馬県は東京より遠いんですか。ああ、そうですか。私、群馬も千葉も埼玉もみんな東京だという意識があります。どっちが遠いかが群馬県ですか。あ、上のやっぱり東京に行ってから戻る。あ、交通の便が悪いとこなんですね。あ、そうですか。青森は便利ですよ。何時に終わっても転がればみんなうちに着くんですから終電車も何にも気にしませんしね。本当ね、この間夜に飲みに行って朝早くに家帰ったら、うちで言われましたもの、飲みに行ってもいいけども暗いうちに帰っていらっしゃいって言われて朝帰りはするもんじゃないって言います。まあいろんな遠いとこから本当にありがとうございました。この資料今日ボツかなって言うけど、え、いいと思います。
今の東北はね、今言葉で一生懸命頑張ってるんですよ。もう東京に追いつけ追い越せてね。で青森は本当にかわいそうな土地でございましてね、予定の方話すんでさっぱり進まないんだけど、でその東京から来たってことが、ね、すごく引っかかってね。最近本当に取材が多くなりましてね、テレビの番組が始まってから本当に多くなってきて、もう一日に十何組のインタビューを受けたりなんかしたこともあるんですね。と必ず質問は一緒ですよ。カペさん本名は何とした、あそうですか、生まれはどちらですか、あ弘前なんですか、でどうしてこういうことをやり始めたきっかけは何ですか、終わってどうもありがとうって次来るとまた同じ質問するよ。3回4回って続くとね、途中でこう自分で嫌になってきてね、カペさん大丸はどこですか、さっきは弘前でしたから今度は秋田にしようかな。そんなことつい考えてしまうもんでございましてね、でそういう風にして行ったり来たりして本当に疲れまして、先日40歳になって初めて救急車に乗せてもらいましてね、ちょっと疲れてる時に、近所の寿司屋で寿司食ったら腹痛くなって、そのまま行くわけにいかないから無理して家まで帰ってどうにも我慢できなくなって救急車を呼んでもらいましてね、家宅まで迎えに来るんです、玄関まできちんと。で私はもう痛くてうわーって言ったから分かりませんが、やっぱり担架に乗せられて、ピポピポピポって顕病まで行きましてね、で顕病に私の中学校の同級生が今外科で医者やってるのがいましてね、これとんでもないやつでございますけどね、塩屋っていう先生でございますからね、今度顕病に行ったら塩屋先生が担当だったら担当変えてくださいちゃべった方がいいですよ。いや優秀なやつは優秀なんでございますけど、おお来たか、いつか来ると思ってたって言うんですよ。あれ行ったら愛情のかけらもね同級生でございましてね、私愛情を感じるやつはねクラスメイトって言うんですよ、愛情感じないやつは同級生っていう。なんとなく響きが違うじゃないですか、便所とトイレとどっちがいいかって同じですよね。クラスメイトの方がなんかこうかっこよくて、同級生って言ったんだ、同じクラスだっただけだねという感じでね、でも優秀なやつでございますから、で生まれて初めてそのあそこさこう寝せられましてね、左手で点滴やってこっちで血取られてね、こうさ酸素マスクやってこうさいっぱい線貼られましてね、なんか心電図を取って血圧測って血液を検査してたら心臓は先生よりも丈夫だっていうし、血圧はまどもだっていうしね、と抜いただけの血であれば心臓も肝臓も別になんてことはないですね、じゃあどこが悪くて倒れたんだよって聞いたら、疲労と過労の間に刺身が挟まったなって言ったそれしかねえだろうっつってね。これで入院しなきゃいけないって言ったんですよ。これは入院だこれ、入院しなきゃいけないですね。あちこちに電話したんですよ。電話本当は入院すると具合悪いんですよ。次の日からもずっとスケジュール入ってますから、でも入院しなきゃ、今晩一晩だけでもこれは病院に泊まっていかなきゃ、ゆっくり休まなきゃいけないって言ってね、もう外科内科産婦人科小児科全部ね電話したんだけどベッドが空いてないと、これはね一晩ゆっくり静養すべきだ、これはお前のためなんだから、今日は入院して泊まっていって体をゆっくり休みなさい、何ベッドがね帰りここだよ、落ち着いたら落ち着いたら帰れ帰れ帰れ。教訓あれですよ、救急車に乗ってそれ大怪我して入院する時も同じだと思いますけども、気付けなきゃいけないのは倒れた時必ず靴は持っていくべきです。帰れって言われた時靴がない、部屋の中から担架に乗せられて運ばれたからね、靴まで気が付かなかったんですね。あれはね、だから皆さんもこれから倒れるときはどっと倒れた瞬間にそばにいる人に保険証と靴これってかい、割と知られてない話でしょこれは。ぜひ倒れたときは靴を持っていくべきだっていうね、新しい、キャンペーンを張らなきゃいけないと思って、で帰ろうってことになってね、その先生が自分の家に電話して奥さんが車で迎えに来てくれたんですよね、だから帰ろうって送っていくから帰ろうってタクシー呼ばなくていいからって、その顕病のサンダル履いていっていいからってね、で行こうって言った時もう12時過ぎてましたけど、行こうって言ったってね、まだ点滴やってる最中なんですよ。おいどうすんの、おいこれ一人で抜いていいかとかって言ったらね、ああ困ったなって、あれこれくらいありましょピンがで、これくらい残ってたんですよ、これだってなんぼなんぼだからここでやめるのはもったいねえって言って、もったいねえだって奥さん迎えに来てるんですよ、たらそうかってからね、こう回したんですよ、タッチン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 、最後は上手
おおおいいのいいのかいいのかおいおい、うん、早めにやるとね心臓に負担がかかる場合がある、大丈夫だかって言う冗談じゃねえっつってね、だから知り合いの医者のとこでは行かない方がいいというね、そういう感じがしました。あ、健康用紙そのままっていう本を出したんですけども、その中からこう耳で聞いて面白い話、目で見ただけで面白い話のこう分けまして、耳で聞いても楽しいだろうなって話を入れて並べ替えましたんで、作品にはタイトルがないんです、全部番号なんです。これはベートーベン、モーツァルトと同じですね、あの作品ナンバーということで、やってるわけでございます。でこの大きい、もうちょっと大きい本ちょっと持ってきませんでしたけども、原稿用紙そのまんま、字で見る絵本という本でございますけどね、これが980円で売られてましてね、いい本でございますよ、あの安いの980円は。でどうして980円にしたかっていうのもこのテープの中に入ってますけど、今日は特別にですねそのお話をしたいと思います。昭和49年にこのダビオン劇場で喋り始めた年に、私は消しゴムで書いた落書きという一冊の本を自費出版してる、もう13年前になったんでございますけどね、その時の本が1200円だった、当時としては高かったんです。でも自費出版で500冊やっと作って、売れるか売れないか何も考えないでとりあえず本作りたかった。で持って歩いてると会社の同僚かなんかだと、なんか最近本出したんだって言って、出したんですよと、売れてるかって、別に売るために作ったわけでもありませんからと、一冊買うよと、そっちかって一冊は出すでしょ、いくらだこの本は、これ、ね、1200円なんですよ、あ1200円わかったわかったって、1000円まずよこすでしょ、これ、ね、いい200円、どっかに200円あったかなって、それを見てるうちにいいです、200円おまけしますから、1000円あればいいです、いい同じ会社の人ですもの、それですっかり200円ずつ損したの。ほいで13年経った今980円にしたわけです。どういう状態だか分かりますか、同じ状態ですよ、本持ってある、最近本出したんだって、え新しい本出したんです、売れてるかね、いやあんまり売れてないんですけど、じゃあ俺一冊買うか、あ買いますか、今持ってるんですどうぞって、えこれいくらだこれ、あ980円です、あそうかって、13年前と同じです、1000円もここでいたす、今度は私が探す番ですよ、いい20円、どっかに20円がないから、それ永遠やってると、いいよ20円いいから13年前に200円ずつ損したのを今20円ずつ回収してるわけですね。でこの元になったこの本の中からね、読んだやつで、じゃあ今からこれからこうこちらの方に書き写しておいたのがあるんですが、でき比較的つまらないやつを読んでみたい、面白いのから順序よくやると聞いたからいいって人がいるんですね。だからつまらないやつから一つの素材を見つけたら大抵二つは話を作ろうっていう気持ちでね、酔っ払っても何してもメモを取るというのをね、最近の日課にしておりましてね、メモを取るのを日課にしながらサントリーを飲むという感じですね。ドロンコの手でおちんちんを遊んじゃいけないよ、いくら綺麗な手でもそんなにおちんちんを引っ張っちゃかわいそうだよ、今のお前にはおしっこのためだけのおちんちんだろうけどね、ものにはいろんな使い道があるということも覚えてほしいな、おしっこのためだけにあるんだったら誰もいちいちズボンの中に隠しはしない。あ、こだった時は私詩人ですからね。あくまでも自分は詩人だと思ってますからね、うん、詩人です。だから聞く方もあのその気にならないとねいけないですよ。必要は発明の母だと言われれば、その時父は何をすればよいのか、何をしていたのか、父が必要の場合も母の子は発明だろうか、一つの発明をもとにもう一つの発明がなされた場合、初めの発明が祖母と呼ばれた試しがあっただろうか。詩ですからね、これは詩集ですからね、詩の朗読をしてるんですから。生えば立て、立てば歩めの親心が、安吉寝息に耳近づけてせがれ、速達で大きくなれ、うなでんでそだで、父さんはもう若くはないのだ、せがれ速達で大きくなり、父さんと母さんはお前を隠し止めで見守るからね。詩人だな、
つくづくさ、これあこれ面白いからやめような、うん、知らない人もいますか、あのラーメンの話でこうどんと持ってきて、ちょっとずさまどんどんその準備で突っ込んでいきたいと、あ見てましたか、見てましたかってね、目の前にお待ち遠さまってここまで準備突っ込んでりゃ見えやんなもんな、来たんやんさ、実はね品そば屋を30年やってましてね、30年やろうが40年やろうが準備突っ込んで持ってくるのは汚いって言った、いやそれがそば毎年ず運んでるやつね、結構どんぶり重いんだ、ほいでねこの間医者に行ったらね準備検証員だって言われた、おそれはまあそばも運べば重くて検証員だばそれは大変だね、いやそれでねリーシャが言うのはねずっと準備温めてろってさ、ああ温めてりゃいいのか、でほらそば運ぶ時は梅雨に入れて温めてるんだばそば運ばねえ時ケツの穴さでも突っ込んでおけばいいのよ、さっきたまんでやっていたんですよ、すぎてね、何万だとんだばしてなくしもずはふんじゃむきにはんでつらさそのままでハティマロベリーなくんぴたみつきな生まれつき食べてたってほぴたとふとらへだって何がどうなるもんだかさまなぐてば草さぬせたきんたっていつでもあげたさねわあにあおにばにぱげるよんたくずつきでひちょびつきだんたまゆげさふきあういてるすみみくそぼらさがてねごらとわれればしるまくたしなそばのねぎははさはさまってるすつめてばのめでまっくろでいえそんてぐずはコンピタがてるすどのつらさぎで嫁こほすだなんてしゃべれるもんだと今のおらだばしゃべるんだもんっていうのが一行も理解できませんでしたね、その辺多分そうだと思います、じゃあまあテープね全部わかりますか、コンピュータ型だのアンギタサナダのつなアンギタで思い、アンギタつのくじの中の上のことをアンギタって言うんですよ、でこのアンギタが一番気になるのが養老院に呼ばれていった時ですよ何喋ってもほとんど反応がなくてね、この辺に座ってるバサマが1時間と一直目こっちで話してたけど、そのバサマが気になってしょうがないですね、バサマ時々口締めにバンギタ乾くやこういう感じでね、そういう時に使うんです、あげたっていうのは。あげたが一番話題にされるのは、オブラートが引っ張った時ですね。これが、恋が一番金かかりませんからね。ああ。僕らのクラスにやってきた青森からの転校生どんぐりまなこのいがぐり頭北国背負ってやってきた青森からの転校生初めて喋ったご挨拶あ青森県は皆さんもご存知のように本州の北の端っこで生活様式や文化形態も東京とは違うと思いまんでわんつか心配ですがまずまあ何年分よろしくお願いいたします。僕らのクラスにやってきた青森からの転校生寂しがり屋のから元気田舎担いでやってきた青森からの転校生初めて書いた作文はいわきさんは青森県で一番高い山です、窓を開ければ見えます、オラは朝間に起きればおはようっていわきさんさ挨拶します、東京は朝間に起きてもおはようって挨拶する山が見えないのでワンツか嫌なとこです。僕らのクラスにやってきた青森からの転校生恥ずかしがり屋の頑張り屋北風一緒にやってきた青森からの転校生初めて泣いた土手の上東京は冬になっても雪っこ降らねえんだな降ったと思ってもすぐの時でまるし東京は冬になっても雪っこ積もらねえんだな校庭で雪合戦できねえし好きもそれこもできねえんだな僕らのクラスにやってきた青森からの転校生
屋さんのおっちょこちょい、ふるさとを包んでやってきた。青森からの転校生、初めて歌った学芸会。学芸会はあ、お国自慢のジョン。小学生はこういう歌は歌わない僕らのクラスにやってきた青森からの転校生、にっこり笑って津軽弁、言葉丸めてやってきた。青森からの転校生、振り向きざまに大声で。思い出す朝君も荒君もトッピンですもアッピンですもわかんねえ、何も津軽弁わかんねえのな。よーす、今日からおらを見出すの新生だぞ。僕らのクラスにやってきた青森からの転校生、どんぐりまなこのいがぐり頭、北国背負ってやってきた。